どうもこんばんは、キャサ軍団です。ということで、ミカエル V10 わざわざわざもういいじゃないですか、流してガチで間違えちゃうんだよ待ってんの、まだお前止めろよ、お前もういい卵、卵、卵、ふわふわエッグヤザーの無敵テレビどうもこんばんは、エッグヤザー軍団です。ということで、ミカエル VS 前天、はい、5番勝負、はい、どっちが正しかったのか、はい、今回第1回目です。はい、第1試合の対決方法、はい、悪口対決、はい、まず1人ずつ先攻後攻決めて、まあ、じゃんけんしちゃうじゃん。最初はグーじゃんけんぽい、後出しで後出しじゃねえかよお前もういいよ、先攻と後攻どっちがいい？後攻で。後攻がいい、はい、ということで、まず前転から1分間ミカエルに悪口を言ってもらいます、はい、でそれを耐えてください、はい、手出したりしたら負けだから、そう言って、はい、で次ミカエルが1分間、はい、その後また前転が1分間、はいはい、その後次またミカエルが1分間で、最後は2人で1分間言い合ってください、はい、合計5分、はい、1ラウンド1分で、はい、5ラウンド制です、はい、いいですね、はい、いけますか、はい、じゃあそれじゃあいきたいと思います。審判長いきます。もうちょっと近づいていきます。まずはミカエルからレディーゴー。もう何ビビって高校取ってんだよ、クソハズキやよ。あ、聞いてんのか、アゴなし。てめえよ、てめえ誰のおかげで一人前に女の子とデートできたって聞いたぞお前女の子と二人っきりで行ってお前カラオケ行ったらしいな。んでそのカラオケをデート、その自分が全部出したからなんか後から文句言ってたらしいなお前女の子、払わない女の子は要注意だとかってサイトで見たらしいじゃねえかおめえちなみにその女の子から聞いたけどよ、ちょっとお前のこと嫌いだってだぞおいなあ、どうなんだよ、2回目のデートあんのかよそれに関して。なあ、あとお前よ、女芸人としか飯行かねえけどどうなんだよそれよ。後輩なんで女芸人としか行かねえんだよなあ、男の芸人全員から後輩嫌われてんぞてめえおいじゃねえよ、はあじゃねえよ、泣いてんじゃねえぞクソが、おいこの歯茎引っ張かしてやんよクソが。カン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 、どうだった、きつかった、はい、ちょっと動機が動機がする、はい、心臓速い強い心臓が、脈がドンドンってくる、大丈夫、ドクターシック大丈夫、ドクターシック、まだ大丈夫だね、はい、はい、じゃあ次巻いていくぞ、2ラウンド目ファイト。黙る残念ハーフよお前さ、お前お兄さんとかね、弟さんとか人気 YouTuber で、ね、お前それでしかさ再生回数 さ稼げねえのって情けねえと思わねえのかよお前は。いやさ、そもそもさ別に誰とご飯行こうか勝手だろ、何いちいちぐ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 ち言うんだ、お前関係ねえじゃんマジでマジで関係ねえじゃんしかも気持ち悪いのはさ、女芸人と飯食って誰と食いに行ったとかさ聞いてきてさ、で調べてさ、あんま可愛くねえなとかさ言ってさ、何なんだよストーカーかよ、ストーカーかよ、マジ気持ち悪いからやめてくれよマジで。まあでもこんなに言ってもね、どうせ治らないの、治らないだね、もう病気だから5秒前、ほんと残念ハーフだよ、カカ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 カ、大丈夫か、いや全然予想を超えてこなかったですね、もっといけよ、もっといけよ、ほんとに思ってること言え、あの時また強いな大丈夫、はい、ミカエルは大丈夫、はい、全然大丈夫、あ、ミカエル全然大丈夫、はい、ちょっと頼むよ、はい、お前このままじゃ負けちゃうよ、はい、大丈夫、はい、じゃあ次ミカエル近づいて、じゃないよ、次ミカエルだろ、はい、お前大丈夫、もう負け認める TKO だよ、ドクターストップ、いきます、レディーゴー。いやもう PDS、PDR の次男とかもうそんな言われ飽きてるから、俺はそれ乗っかってやることもう決まってんだよクソが、あ、それお前後輩とよ飯行ってなんか、ね、飯なんかお前いつもケチってるくせによ、俺そうツイッター調べたらこいつよ、その後輩女芸人と寿司三昧行ってやがったんだよ、ふざけんじゃねえクソが、あんだけケチっててよ女芸人と行く時だけ高いもん食うのかよなあ、お前それでいて先輩にもいいもんすごいおごってもらって
自分そんな金ケチっててどうなんだよこの歯茎野郎なあ。それお前高校の時もよ気持ち悪いんだよ、出身一緒だから行けますねみたいな女の子の前で言ってんじゃねえバーカ。女の子たちもみんな引いてて気使ってんの分かんねえのかバカ野郎が。気持ち悪いんだよはっきり言ってよ。俺が残念ハーフとかそんなん関係ねえ。てめえだってただ大作家の息子である、それしかないだろなあ。大学教授の息子ブーマザバカダメだろお前本名あれ P 俺もちょっと喋ってほしい大丈夫か前って大丈夫、まあ、まあ本名かどうか知らないですけどねP 入れとくからあそこはな、はい、大丈夫これ、はい、こんなんへっちゃらだよな、はい、こんなやつな、ザクな、はいはいはい、次大丈夫ちょっと待って、後半、はい、言うことある、ちょっと作戦会議する、いやそれ大丈夫、大丈夫なの大丈夫だ大丈夫大丈夫な、はい、いけるな、はい、お前が思ってるムカつくこととかさ、あのその LINE 遅刻してきてることとかしっかり言えよ、はいはいはい、なそれじゃあいきます、レディーゴー。ほんとちっちゃいひがみ野郎だな、ほんと嫉妬してばっからしさ俺も自分好きで止まんないよねしかもさ、お前さ、LINE グループでさ、その悪口言うだけじゃなくてセクハラもひどいんだよ、お前。しこってんのとか、精子タンクとか、めっちゃ気持ち悪いんだよ。まあそれだけでもな、気持ち悪いのにさ、お前合コン行くとき、その1週間か2週間前に、突然、ミカエルさんからメッセージが送られてきて、26日絶対セックする、26日絶対セックするっていう連呼したやつが突然送られてきて、それでも、みんな気合い入れたり、みんな頑張ろう、じゃあみんなそれも言おうって、それで言わせてくるよな、マジ気持ち悪いんだよお前、意味わからねえよ、ゲイなのかよ、ゲイなのか、気持ち悪いの、何で俺セクハラしてくんだよ、意味わかんねえよお前、最悪気持ち悪い、もう5秒前だけど、ストップストップストップ、大丈夫かお前、本当そんなこと思ってないのか思ってないから、思ってないのに言わされてるみたいになってるけど大丈夫本当嫌いなんだろ、本当嫌いです、本当嫌いだろ、嫌い嫌い、はい、じゃあやるよこれ、いいえじゃあ、はい、ご飯、混ぜた、はい、本当終わり、ラスト1分、言い合いです、言い合いか、じゃあ2人での言い合い、1分間いきますよ、大丈夫ですか、近づいて、はい、レディーゴー。なんだよ、そのセックスしようぜって合コン行く上で芸人がセックスしようぜなんて決意表明するの当たり前のことだ、バーガー。それを強要するのセクハラだろうが、法律を勉強してるバーガー法律だなんだ、お前に言われたくねえよ、男同士でもセクハラは成立するんですよ、セクハラはねえよ、男と女だけじゃなくてどうとかねえんだよ、てめえのじゃあ、その歯茎むき出しするのもセクハラだろうよ、むき出しはねえだ、それを村の争いにとらぞ、お前と一緒にデートしたユキちゃん、お前のこと気持ち悪いってなんだよな、なんかしてねえよ、嘘なんかつくんじゃねえよ、じゃあ物的証拠出してみろ、お前六本木、じゃあ物的証拠出してみろ、お前六本木でファンの人に出してみろよ、口説いたの知ってんだぞ、ツイッターでも目撃されてんだぞ、おいマザファーカー、どうなんだよ、おい逃げられてんだろよ、おいその暴露逃げられてんだろ、それは嘘だけど、嘘じゃねえよ、聞いてんだよ、話の多方面白いなって言ったわけだよバーカー、女の子ファン、誰それ知ニューヨークさんのファン口説いてて目を覚めてんだろ、そうそうそう、カン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 、ちょっと待てな、前でデート行ったのは嘘じゃないだろ、カラオケ行ったの嘘なの、それ嘘です、嘘なの、嘘じゃないです、見えよ、恥ずかしい、いや嘘じゃないです、僕聞いてます、六本木でさ、先輩芸人のライブ女と見に行ってファンに見つかって前店が彼女といたっていうなんかツイートあったじゃん、ありましたね、俺に前店さんが女といましたよっていうスパイが来たじゃん、はい、あれ嘘つけたじゃん、あれも嘘なの、本当やっぱりモテないモテない童貞童貞ってバカにされるんで、うん、やっぱりその噂そのガセだけど別に乗っかった方がその見え張れるなということでね、はい、どうでしたミカエルは、いやまあちょっとまあ思ったよりは言い返してきましたけど、はい、まあ僕の方がその抱えてたものというかやっぱ人のこと普段悪く言ってる分勝ったかなっていう、前でどうだった、ほんと醜いやつだな醜い悪魔だなと、じゃあ採点します、はい、タツくん、デブ、はい、オーケストラ後ろ来て、はい、オーケストラなんか行けはい来て、じゃあ採点します、はい、右手を上げた場合は前点です、はい、左手を上げた場合はミカエルです、はい、それじゃあどっちが勝ったか、せーの、はい、
うわ3対0やったクリティカルイエーイだクリティカルとかないからこの後もあと4回戦うから、ね、残念でした、はい、どうでしたまあでもまあクビになってまあ抜けられた抜けさせられたってのがあるんでまあ嫌われててもしょうがないかなっていうえこいつらは別に嫌ってるわけじゃないよこいつお前よく公平にちゃんと審査できたな逆にさお前親友だからひいきするかと思ったのにさなんでお前はこっち選ばなかったの やっぱりあのそれはあのファンの方も見てるので公平に審査しないといけないと成長したさすが4番でもさ悪口なんか言うので勝ったってさ嬉しくないもんなそんな醜い争いでなそうですねお前はこの後の残った4本で勝ち取るよな全部な優しさが出ちゃう優しさ出ちゃうな残り4試合全部勝ってやるよなはい、なんで俺お前のフォローに回んなきゃいけないミカエルどうでしたいやまあ楽な戦いだったんでもうこのまま全部取りますということでこの勝負1試合目ミカエルの勝ちということでおめでとうございます、はい、ございます続いてミカエル VS 前転第2試合お楽しみに遠距離軍団をよろしくよろしくバーなんじゃないじゃん自分が悪いって分かってんじゃん、距離を置いててもミカエルさんに対しても関心がなかったんで